先に行われた卓球、全日本選手権大会の女子シングルス6回戦で、伊藤美誠、スターツ、は木村かすトップ乙女ピンポンズ名古屋、2、3対4でまさかの敗戦。パリ五輪シングルス代表の出場権を逃した。フォト、早田ひな、伊藤美誠、平野美宇、張本美和女子卓球界が誇る異次元の天才、たちを一挙にチェック。 パリゴリンシングルス代表の2枠には、先行レースでトップを独走してきた早田ひな、日本生命、と2番手の平野美宇、木下グループ、が入り、出場権を確実にした。それでも、伊藤は団体要因の3枠目に入れる可能性は十分にある。試合後の会見で、伊藤は、私はずっとシングルスで優勝したいっていうのを目標にしていて、 団体戦に選出されても出るかどうかはっきり決まっていない、と強中を取ろ。この衝撃発言に対して、ネット上では心ないコメントが数多く寄せられていた。そうした批判に反論したのは中国メディア、総フだ。伊藤の発言が日本卓球協会に圧力をかけ、決定を変更させているのでは。という一部の意見に対して、伊藤は日本女子卓球チームのエースだ。 東京五輪では日本代表として出場し、混合ダブルスで水谷淳とペアを組み金メダルを獲得している。彼女の強さと地位は揺るぎないものだ、と伝えている。また、伊藤が頑固なだけでは、というファンの指摘に対し、同メディアは、伊藤はこれまで多くの経験を積み重ね、並外れた成績を残してきた。今、彼女はジレンマに直面している。 それでも彼女は賞賛に値すると擁護した。最後に同メディアは、いずれにせよ、伊藤の決断は彼女の将来に大きな影響を与えるだろうと記述。伊藤が今後の大会で自らのチャンスを見つけ、目標を達成し、再び日本卓球に栄光をもたらすことを願っているとエールを送った。